11月13日午前3時、日本時間午前10時までに調べたウクライナ中東の戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に、注目したい事柄、トピックスをお伝えします。11月12日のハイライト。12日、日中は前線で、合計43回の戦闘が発生しています。ロシア軍は大きな損害を出しながらも、アウディーユカ方面とマルインカ方面で攻勢を続けています。損害は2日連続で1000名を超えており、人的資源の消耗を気にせずに力押しを続けています。しかし、ウクライナ軍もこの攻勢により、南部戦線から精鋭部隊の第47機械化歩兵旅団を転用せざるを得ない状況になっており、ウクライナ軍も楽な戦いではなさそうです。ヘルソン方面では、ウクライナ軍のトカ上陸部隊がじわじわと戦果を拡張していますが、ロシア軍は有効な手を打てずにいます。支配地域の状況を見る限り、膠着状態ですが、装備や人員の損失などでは、大きな動きが出ていますので、ここで出た損害がボディーブローのようにじわじわと効いてくる可能性もあります。損害を抑えて膠着状態を乗り切った方が次の攻勢の主導権を握るでしょう。詳しくは地域別戦況報告で。天候に関する報告。2023年11月12日から13日、南部で晴れ一部曇り、他の地域ではほぼ曇り。南西の風毎秒3から8メートル。最低気温4度。11月14日から15日、火曜日から水曜日。ウクライナ全域で雨。最低気温3度。11月16日から17日。木曜日から金曜日。西部と北部で雨、南部と東部で曇り。最低気温0度。雨が降ったり止んだりが続きますし、降らない時も雲が多いです。ロシア側での爆発、炎上。ロシア占領下のメリトポリでは、パルチザンがロシア本部ビルを爆破しました。ウクライナの GUR によると、襲撃はロシアの FSB とロシアの占領地警備隊の職員の会合中に行われました。少なくとも警備隊の警察官3名が死亡したと伝えられています。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数1100名。7日間平均951名で、2日連続で1000人を超えています。航空機を含めた損失額は7126万ドル相当と推定されています。地上装備の損失は102台、7日間平均の損失台数は91台となっており、主要兵器の損失数は無人機12機、戦車7両、砲32門、多連装発射機2門、装甲車両32両、非装甲車両19両、対空システム1台となっています。地上装備の損失の割には、人員の損耗は激しく、人的資源を消耗する消耗戦が続いていると思われます。空爆に関する報告。ロシア軍の空爆回数は63回、7日間平均は51回となっており、平均を上回る出撃を行い、地上部隊を支援していますが、あまり効果が出ていないようです。ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対して10回実施されました。長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケット、GMARS、ATACMSなどによる攻撃は、ロシア軍の集結地、
あるいは基地に対するもの8回、対空関連目標2回、砲兵システム目標2回の計12回実施されました。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。クピヤンシク方面。この方面のロシア軍は、航空宇宙軍の航空支援を受けながら地上部隊が、4カ所で8回にわたって攻撃を行っています。シニキウカでは、いつも通り北側から攻撃を行っていますが、いつも通り撃退されています。ペトロパブリウカの北でも、ロシア軍は久々に地上部隊を使った攻撃を行っていますが、これも撃退されています。ロシア軍は他に、イバニウカの北東、キスリウカの東でも、ウクライナ軍の陣地を突破できず、損害を出して撤退しています。スバトベ方面。この方面でロシア軍はノボエホリウカに対して航空支援を受けながら地上部隊が攻撃を行いましたが、繰り返し行われた4回の攻撃は全て撃退されました。クレミンナ方面。ロシア軍はこの方面で地上部隊による攻撃を行わず、セレブリャンシケの森にあるウクライナ軍陣地に対して空爆を行っています。シベリシクリシチャンシク方面。ロシア軍はこの方面でも地上部隊による攻撃を行わず、シベリシクに対して空爆を行っています。東部バフムト、アルチェモスク方面。バフムト市内及びその周辺の戦況です。ロシア軍はこの方面でも、航空支援を受けながら地上部隊による攻撃を6回行っています。ドゥボボバシリウカ西側のウクライナ軍陣地に対して攻撃を行いましたが、攻撃は失敗に終わっており、支配地域の拡大はできませんでした。クリシチーユカの北と東でロシア軍は攻撃を行っており、北の線路沿いのウクライナ軍陣地を突破して、市街の入り口まで一時進撃しましたが、結局はウクライナ軍に撃退されています。しかし、グレーゾーンであった線路の北側と東側で、ロシア軍は支配地域を増やしています。さらにロシア軍はアンドリーユカの東で反撃を行い、攻撃は撃退されたものの、アンドリーユカの東側の一部地域がロシア軍に再占領されています。12日はこの方面のウクライナ軍の反撃に関する情報は入っていません。東部ドネツク市方面北側。ロシア軍はこの方面でも航空支援を受けながら地上部隊による攻撃を10回以上行っています。ロシア軍はステポメ方向に対して12日も攻撃を行って B の地点で線路を越えて西側に部隊を進めており、一部はクズウキバ方向からコークス工場付近に侵入することに成功した模様で、ウクライナ軍と激しい戦闘になっています。戦闘は現在も行われている可能性が高く、
ウクライナ軍から撃退報告は出ていません。Cのアウディーイウカの北側でも、ロシア軍は攻勢をかけてきていますが、こちらの攻撃は、ウクライナ軍により撃退されています。またロシア軍は、セベルネの南でも攻撃を行ってきていますが、この攻撃もウクライナ軍に撃退されています。一方のウクライナ軍は、クラスノホリウカの北で反撃に出ており、クラスノホリウカの直前まで前進することに成功しています。第47機械化旅団は、10日のアウディーウカ付近での戦闘映像を追加公開しています。皆様も聞き覚えがある方がいると思われますが、この第47機械化歩兵旅団は、オリヒウ攻撃軸で反撃作戦に従事していましたが、おそらく10月の末頃にアウディーウカ付近に移動していました。レオパルト2と M2 ブラッドレーを装備した部隊です。アウディーイウカの北、ステポベ付近のロシア軍主攻撃軸正面に配置されています。この部隊は、西側の兵器を装備している精鋭部隊であり、この方面に投入されたということは、ロシア軍に対する反撃をウクライナ軍が企図している可能性があります。しかも、ロシア軍の主攻撃軸の正面に配されていることから、ロシアが、今回の攻勢で奪った線路の東側一帯を奪還して、アウディーウカの補給線の安全を確保しようとする可能性が高いと思います。東部ドネツク市方面南側。ロシア軍はこの方面でも航空支援を受けながら、地上部隊による攻撃を20回にわたって行いましたが、攻撃はすべて撃退され、ロシア軍は撤退しています。マルインカには、いつも通り南側から市街に、中心部を抜けて、市街の西側に陣取るウクライナ軍に攻撃を行っていますが、何度攻撃を行っても、すべて撃退されています。ノボミハイリウカ付近では、市街に到達する前にすべて、ウクライナ軍によって阻止され、攻撃は失敗に終わっています。11日に行われたブフレダールでの戦闘の様子を収めた映像が公開されましたので、ご覧ください。ウクライナ軍のブフレダール地区の防衛は計画通りに進んでいるとウクライナ軍参謀本部は発表しており、実際ロシア軍は損害ばかり重ねて戦果を上げることができずにいます。ベリカノボシルカ攻撃軸東軸。この攻撃軸ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに報告されていません。
部ザポリージャ州方面。ベリカノボシルカ攻撃軸、中央軸と西軸。ロシア軍はスタロマヨルシケとウロジャイネに空爆を行った上で、スタロマヨルシケに対して2度の攻撃を行ってきましたが、すべて撃退されています。フリアイポーレ攻撃軸。この攻撃軸ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに報告されていません。オリヒウ、オレホバ攻撃軸。ロシア軍はこの攻撃軸で地上部隊による攻撃を行わず、空爆のみ行っています。空爆はマラトクマチカとノボダニリウカに対して行われています。ウクライナ軍に関しては本日も反撃に関する情報は入っていません。ウクライナ軍はこの方面から精鋭部隊をアウディーウカ方面に転用しており、この方面での反撃を少し弱めているようです。南部ヘルソン州方面。この方面ではウクライナ軍の一方的な攻勢が続いており、ロシア軍は満足に迎撃もできていません。ウクライナ軍はクリンキから南に部隊を進めており、 M14 号線に向かって前進中です。クリンキからコザチラヘリ方向へもわずかに前進したという情報が流れていますが、映像等での確認ができていません。南部沿岸域およびクリミア半島についての状況。先日の揚陸艦が攻撃された件ですが、ウクライナ側からは2隻撃沈という情報が流れています。これは攻撃を行った GRU が発表しています。かなり小さな艦でしたので、もろに直撃していれば撃沈されるかなと思っていましたが、どうやら撃沈されていたようです。中東イスラエルおよびシリアの状況。イスラエル軍はレバノンのヒズボラの軍事施設を含む軍事インフラを空爆等で破壊しています。これはレバノン領内から15発のロケット弾がイスラエル領内に撃ち込まれたことに対する報復のようです。北から南下中のイスラエル軍第10機械化歩兵旅団がシファ病院の直前まで前進しています。 AFP 通信が目撃、聞いたところによるとガザ市西部アルシファ病院近くで激しい戦闘が続いているとのことです。イスラエル側はこのシファ病院の地下にハマスの司令部があると発表していますので、必ず攻撃して少なくとも司令部の有無を確認するでしょう。ガザ内部で襲撃中のイスラエル国防軍ハレル旅団の映像です。
レル旅団はイスラエル国防軍南部軍の予備旅団であり、シナイ師団の所属です。次に注目したい事柄です。イスラエルを非難するデモが世界中で起きていますが、パリではイスラエルを支援するデモが行われています。フィガロ紙によれば、ニコラ・サルコジ元フランス大統領とフランソワ・オランド元フランス大統領、そして現首相エリザベス・ボーンがパリでの行進に参加したと報じています。さらに報道によれば、約30人の大臣、宗教指導者、文化人が行進に参加したと報じています。日本は中東系の移民が少ないですし、ユダヤ系の人もほとんど住んでいないので、このようなデモは起きていませんが、欧米ではデモだけでなく銃撃事件、襲撃事件、乱闘なども起きており、住民の間の分断が進んでいます。あまり良い雰囲気ではなくなっています。このような状況はイスラエルの攻撃が終わるまでは確実に続くでしょうし、終わったとしても深刻な問題を残す可能性があります。移民の受け入れはこのような非常に複雑な問題をも国内に持ち込むこととなるわけで、安い労働力が必要だからといって安易に推し進めるべきではありません。8日に起きたオデーサ地域でのリベリア船籍の船ケイマックスルーラーに対するロシアのミサイル攻撃の映像が公開されました。ミサイルはブリッジを直撃しています。船は11月8日にユージヌイ港に入港し、鉄鉱石を中国に輸送する予定でした。ロシア軍のミサイル攻撃の結果、船長と他の乗組員4名が死亡しました。8日時点では1名が死亡、数名の負傷者が出たとお伝えしていましたが、船長と乗組員4名の合計5名が死亡していたことが明らかになりました。これについてロシアは何の声明も出していないようです。フィンランド、イスラエルから防空システムダビデのスリングを3億1700万ユーロで購入しました。射程距離40から300キロのミサイルを迎撃でき、低層域のアイアンドーム、大気圏上層のアロー2ミサイルの間の空域の防空を担います。この中距離中層域迎撃ミサイルシステムは、2017年からイスラエル軍に配備が始まった最新型の防空ミサイルシステムで、今回の反イスラエル武装勢力によるロケット弾攻撃や弾道弾攻撃の迎撃に使用されたと言われており、迎撃成功率は 100% と言われているミサイルです。終末段階の弾道弾迎撃能力を持っています。イスラエル企業であるラファエル社と米国のレイセオン社が共同で開発したミサイルとなります。このミサイルの導入によるフィンランドの防空網は飛躍的に強化されることになりますし、今まで持っていなかった弾道弾迎撃能力も限定的ではありますが持つことになります。1ユーロ160円で換算すると500億円強となります。日本のマル3式中サム改善型の能力向上型弾道弾迎撃能力付与と用途も性能も似通った兵器となります。日本の能力向上型はまだ完成していませんが、完成後は終末段階での弾道弾迎撃能力を持つことになります。国連はヨルダン川西岸、ゴラン高原、東エルサレムなどイスラエルが占領している地域にイスラエルが違法な入植を行っていることを非難する宣言を賛成120、棄権18、反対7で可決しました。
反対票を投じたのはアメリカ、カナダ、イスラエル、ハンガリー、ミクロネシア、マーシャル諸島、ナウルです。アメリカは必死にイスラエル擁護を行っていますが、世界的にはイスラエルが進める強引で違法な入植について国際世論は厳しい目で見ているようです。アメリカの影響力は年々減退していますので、今回は今までとは違う動きが出そうな気がしています。なんせ、ロシア、イラン、北朝鮮ががっちりと手を組み、中国もロシア寄りの動きをしていますので、こいつらが一斉に動くとアメリカは対応しきれないでしょうし、その前哨戦として欧米で分断工作が行われているのだと思います。ロシア軍将兵に多くの犠牲が出ており、戦死者以上に負傷者も発生しており、前線の後方地域にあたるクリミアでは、ベッドも医薬品も不足しています。これはロシアが占領しているヘルソン、ザポリージャ、ルハンシク、ドネツク地域でも同様の状態が起きており、重傷者が治療も受けられず、命を落とす例が急増しているようです。また、民間人のための医療枠がほとんどなくなっており、ほぼすべてが軍人枠に回されてしまい、治療を受けられない民間人も急増しているようです。このため、占領地の住民に大きな不満が広がっているようです。ロシアもかなり厳しい状況のようですが、ウクライナもかなり厳しい状況にあるようです。ロシアのアウディーユカ方面での大攻勢に、ウクライナ軍も引きずられているようで、南部の第47機械化歩兵旅団をアウディーユカ方面に転用するなどしており、ロシア側に主導権が移ったと主張する専門家も出始めています。ウクライナ軍の攻勢に合わせて、ロシア軍の空挺部隊が転用されて、ウクライナ軍の攻勢を食い止めましたが、同じ状況がウクライナ軍にも起きているのではないかという話も出ています。つまり、攻撃力を維持している部隊が少ないということです。近藤は、第47機械化旅団の転用は、防御というより反撃のための転用だと思っていまして、そのあたりが少し、ロシア軍の空挺軍の転用とは違う気がしていますが、事実はわかりません。第47機械化歩兵旅団が反撃のための転用だとすれば、間もなく答えが出るはずだと思います。ウクライナ軍がアウディーユカ方面で大規模な反撃に出るでしょう。それとも、しばらく様子見でしょうか。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。